皆さん、こんにちは。日常的ランキング、チリです。先日、仕事が遅くなって、久しぶりに終電に乗りました。鉄道関係者の皆様、遅くまでご苦労様です。そんなことを思っていたら、こんな企画を思いつきました。終電が遅いのは、どの都道府県？各都道府県庁所在地がついている駅の終電時刻を調べ、ランキングにしてみました。モノレールの路線も調査に含めています。なお、寝台特急は対象外としており、ダイヤは平日のものを採用しています。例外として埼玉県は浦和駅、東京都は新宿駅、福岡県は博多駅、沖縄県は県庁前駅を調査対象としています。果たしてどのようなランキングとなるのでしょうか。それでは、スタート。第47位。鳥取県、鳥取駅、22時47分鳥取駅発。鳥取駅を出ると一度日本海沿いを走り、倉吉駅前で再び内陸に入ります。第46位。愛媛県松山駅、22時50分松山駅発、予算線内には、伊予がつく駅が93駅中26駅あります。第44位。高知県高知駅、23時2分高知駅発、高知・伊野間の土産線は並行するように路面電車の土佐電交通伊野線が走っています。第44位。岩手県盛岡駅、23時2分盛岡駅発、この経路を新幹線で行きたい場合、21時51分盛岡駅発が最終となります。第43位。島根県松江駅、23時11分松江駅発、宍道湖沿いを進み松江駅に到着した列車はここから中海沿いを進みます。第42。山口県山口駅、23時14分山口駅発、山口駅から先は2駅で終点宮野駅に到着します。第41。徳島県徳島駅、23時17分徳島駅発、終点の南より先へ行きたい場合、21時23分麦雪が最終となります。第38。大分県大分駅、23時30分大分駅発、同時刻で JR 九大本線庄内行き、 JR 豊肥本線三重町行き、 JR 日豊本線臼杵行きがあります。第38。群馬県前橋駅、23時30分前橋駅発、始発の高崎、前橋、伊勢崎、終点桐生と群馬県の主要都市を通過します。第38。福島県福島駅、23時30分福島駅始発、わずか3駅先松川駅までの短距離の最終列車です。第37位。香川県高松駅、23時32分高松駅発、終点の多度津駅より先へ行きたい場合は、22時34分発で観音寺駅まで行けます。第34。富山県富山駅、23時38分富山駅発、21時4分東京駅発の北陸新幹線輝き519号から接続可能です。第34。栃木県宇都宮駅、23時38分宇都宮駅発、今回のランキング内では唯一新幹線が最終列車の駅でした。第34。青森県青森駅、23時38分青森駅発、青函トンネルができる前は青森駅が北海道の玄関口でした。第32。長野県長野駅、23時40分長野駅発、小諸駅始発22時24分の列車、長野駅からは3駅先の豊野駅が終点です。第32。山形県山形駅、23時40分山形駅発、奥羽本線内は山形新幹線も走る路線です。第31。岡山県岡山駅、23時43分岡山駅発、瀬戸大橋を渡り香川県の高松駅まで運行します。第29。
宮崎県宮崎駅23時44分宮崎駅発大分駅を20時18分に発車、3時間半にわたる長距離路線です。第29位、静岡県静岡駅23時44分静岡駅発新大阪始発で静岡駅まで運行する東海道新幹線こだま764号と接続可能です。第28位、新潟県新潟駅23時46分新潟駅発始発の村上駅から越本線白新線を経由して新潟駅から新越本線に入ります。第27位、石川県金沢駅23時48分金沢駅発富山駅と同様に21時4分に東京駅発の北陸新幹線輝き519号から接続可能です。第26位、和歌山県和歌山駅23時50分和歌山駅発終点の日根野駅は関西空港への玄関口となる駅です。第25位、鹿児島県鹿児島駅23時51分鹿児島駅発延岡駅19時43分発の4時間以上にわたる超ロングラン列車です。第24位、福井県福井駅23時52分福井駅発始発駅は滋賀県の米原駅滋賀、福井、石川の3県にまたがり運行する特急列車です。第22位、沖縄県県庁前駅23時54分県庁前駅発2003年に開業した沖縄県唯一の路線沖縄都市モノレールです。第22位、熊本県熊本駅23時54分熊本駅発熊本を肥後大津間約 23km の中に12もの駅が存在します。第21位、長崎県長崎駅23時57分長崎駅発長崎駅は2022年3月に南西方面に約 150m 移設高架化されました。第17位、佐賀県佐賀駅23時59分佐賀駅発終点の肥前山口駅は長崎本線と佐世保線の分岐駅であり鉄道交通の要衝です。第17位、山梨県甲府駅23時59分甲府駅発始発駅は東京都の高尾駅神奈川県二駅を経由して山梨県最西端の小淵沢駅まで走る長距離路線です。第17位、秋田県秋田駅23時59分秋田駅発20時16分東京駅発の秋田新幹線小町45号から秋田駅で接続可能です。第17位、北海道札幌駅23時59分札幌駅発同時刻で JR 学園都市線愛の里公園行き JR 函館本線手稲行き JR 千歳線千歳行きが出ています。第16位、宮城県仙台駅24時2分仙台駅発同時刻で JR 仙山線綾瀬行きJR 仙石線東塩釜行き、JR 東北本線松島行きが出ています。第15位、広島県広島駅24時4分広島駅発、始発は白市駅、広島駅まではほぼ内陸を進み、広島駅を過ぎると瀬戸内海沿いを進みます。第14位、奈良県奈良駅24時6分奈良駅発始発駅の JR 難波駅から一度南下してから北上し奈良駅を経由鴨駅まで運行します。第13位、三重県津駅24時7分津駅発津駅から津新町駅の一駅は JR 紀勢本線と並行して走ります。第12位、福岡県博多駅24時9分博多駅発終点は福岡空港駅わずか2駅5分というアクセスの良い空港です。第11位、
大阪府大阪駅24時15分大阪駅発関西空港発の関空快速と和歌山駅発の紀州路快速が連結して大阪駅に入線します。第10位京都府京都駅24時17分京都駅発始発駅は姫路駅で22時ちょうど発兵庫大阪京都滋賀を駆け抜ける列車です。第8位滋賀県大津駅24時27分大津駅発京都駅の終電である琵琶湖線快速が当駅も通って終点安駅まで運転します。第8位岐阜県岐阜駅24時27分岐阜駅発岐阜県第二の都市である大垣まで3駅11分で結ぶ最終列車です。第7位愛知県名古屋駅24時28分名古屋駅発終点は隣の中村区役所駅2分で到着します。第6位千葉県千葉駅24時31分千葉駅発同じ経路の快速は24時15分発で津田沼駅24時26分着になります。第5位神奈川県横浜駅24時37分横浜駅発23時7分大宮駅始発の列車埼玉東京神奈川を縦に貫き運行しています。第4位埼玉県浦和駅24時42分浦和駅発終点は同じ埼玉市の大宮駅で24時51分着となります。第3位兵庫県神戸駅24時46分神戸駅発今回のランキングでは最も遅い時間まで走り続けている路線です。第2位茨城県水戸駅24時47分水戸駅発勝田駅より先へ行きたい場合は水戸駅23時40分発で高萩駅まで行くことが可能です。第1位東京都新宿駅24時52分新宿駅発世界最大のターミナル駅が堂々の第1位に輝きました。中野駅より先三鷹駅までは新宿駅24時35分発が最終列車です。最後に終電の時間帯を色で分けてみました。ピンク色で表した終電が24時31分以降の都道府県は首都圏に集まる傾向となりました。以上でこの動画は終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。